集中できない。阿佐ヶ谷さんが無理をしているのが明らかなんだけどな。勉強しているようだし、その方が集中できるのなら私からは何も言えないし。受験の時期が近いっていうのもあるだろうけど、話がしたいわ。殺したことを忘れるな、が。死者も過去もどうにもならないわ。私たちは今を見て生きなきゃ。なんて、綺麗事よね。きっとそんな風には割り切れない。私はどうしたらいいんだろう。何ができるんだろう。なんだか前にも似たようなことを考えた気がするわ。あの時はどうやって解決したんだっけ。こうやって悩んでいて、そしてお菊が励ましてくれたわね。心配はさせたくないけれど、相談に乗ってもらうくらいはいいかしら。本当に甘えてる。佐賀市さん、もう寝たかしら。いや、多分まだね。いつも遅くまで起きているみたいって竹谷さんも言っていたし。無理はしてほしくないんだけれど、また倒れでもしたらどうするのよ。手紙、いつ届くかな。何でもいいから返事をくれるかしら。いっそ本当に呆れて何も返事がないかもしれない。それはそれでお菊らしいかも。ダメね、眠れない。考えることが多いとダメみたいね。こんなに繊細だったかしら私。てしまったわね。百年桜も一緒に咲いてしまったかしら。まあまだ探すつもりだけれど。今から探しに行こうかな。校舎から中庭を通って森まで行ってみるか。見回りの先生に遭遇しないといいけれど。あれ？竹谷さん？やつせ。
お散歩ですか？ん、ああ、まあな。そういうあんたも一人でこんな時間に散歩か？はい、百年桜を探そうかと思いまして。こんな夜中に一人でか。いくら院内とはいえ危ないだろう。大丈夫ですよ、あまり遅くならないようにします。俺もついて行ってやる。はい、ありがとうございます。竹谷さんはご存知だったのですか、その阿佐ヶ谷さんのことを。大方は契約する際に互いのことを話した時にな。父親の人格も当主からどんな扱いを受けているかも。やっぱり私は何も知りませんでした。阿佐ヶ谷さんを好きになって結婚しようと言われてうなずいて、きっと全部知れた気でいました。私は甘えていたんです。何かあってもいつか必ず話してもらえる気でいたんだと思います。あいつは格好つけたからあんたのこともかっこよく守りたかったんじゃないかって思う。だからあんたには余計に言えなかったんじゃないか。そうね、そうだと思うわ。家のこともああやって私の方から聞き出すべきだったのかもしれないけれど、でもやっぱり私は教えてほしかったです。そうか、そうだよな。あいつも結果的にあんたにそんな辛そうな顔させてたら意味ないのにな。本当にどうしようもないやつだけど、あんたのことだけは本当に真摯に考えているように見えるんだ。あのどうしようもないやつを支えられるのはあんただけだと思うんだ。あいつのことをよろしく頼むよ。もちろんです。苦労するとは思うがな。いや、もう十分苦労してるよ。そうですね。でももうどうしようもないんですよ。あの人は私がいないとダメですし、私もあの人がいないとダメなんです。あんたがのろけを言うとは思わなかった。本当にあいつよりもあんたの方がかっこいい性格しているよ。いっそあんたと契約すればよかったかもな。あら、本当にそう思っています？冗談だ。だがあんたが阿佐ヶ谷の恋人でよかったとは思ってる。私も阿佐ヶ谷さんと契約をしたのが竹谷さんでよかったと思いますよ。そうね、私は一人じゃないし阿佐ヶ谷さんも一人じゃないわ。竹谷さんもきっとおきくも阿佐ヶ谷さんのお父様も私のお父様も味方をしてくれる。大丈夫、きっとなんとかなるわ。なんとかしてみせる。寒くなってきたな。帰ろう。寮まで送る。
きらぼうなところは正反対よね。